こんにちは、サクスキッチンのサクです。本日はこちらの枝豆を使っていきます。ただのね、塩茹でじゃもう飽きたんじゃないでしょうか。本日はそんな枝豆のアレンジレシピとしまして、枝豆のペペロンチーノを作っていきます。それではサクサクっといきましょう。はい、まず先に枝豆のボイル用で塩、お湯沸かしてる間にニンニクとタガノツメ切っていきます。はい、ニンニクは簡単にスライスしていきます。はい、次タガノツメ切っていきます。はい、タガノツメは頭落としたら種いらないので全部出します。種があるととても辛くなるので今回は使わないです。はい、沸騰したので枝豆入れます。はい、次にニンニクと鷹の爪入れていきます。ニンニクと鷹の爪から香りが出てきたら枝豆入れます。途中から鶏ガラスープの素を入れます。はい、ブラックペッパーかけます。お疲れ様です。カリー。うまっ。枝豆いただきます。うん、美味しい。この枝豆の旨味にね、ニンニクと鷹の爪の香り抜群にマッチしてとても美味しいです。お酒が好きな人なら絶対このね、一品とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、本日もご視聴ありがとうございました。はい、本日はね、いつものこの塩茹でではなくて、ちょっとしたね、簡単アレンジとして枝豆のペペロンチーノ作りました。フライパンでオリーブオイル、鷹の爪、ニンニク、鶏ガラ粉末ね、それを入れることによっていつもより美味しさが増すので、ぜひ作ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。それではサクサクっと高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。